エントランスのヨースワンラッフルズプレイスとは、シンガポール共和国の中央地区、ラッフルズプレイスに位置する超高層ビルである。1986年に完成し、韓国のソウルに1985年完成した63ビルを抜き、1990年にイギリス領香港の中国銀行タワーが完成するまでアジアで最も高いビルとなった。オブセンターは、 シンガポールの CBD である、シンガポール川沿いのダウンタウン、ラッフルズプレイスに建てられた、高さ280.1メートル、地上63階、地下4階建ての超高層ビルである。戦闘型ではない箱型のモダニズム建築で、設計は日本を代表する建築家である、丹下建造、施工は日本の鹿島建設により行われた。 シンガポールの大手銀行であるカレン銀行、有限講師の本店として建てられた、この建物は、同国を代表する超高層建築でもある。シンガポールの建築法により、周囲の超高層建築は最高圏が、おおむね280メートルまでとなっている。また現在オブセンターに隣接する形で、地上38階建ての新棟、ワンラッフルズプレイスが2011年に完成とともに、 オブセンターからワンラフルズに解明された。ありがとうございます。